カーボベルデ系ポルトガル人とはカーボベルデに起源を持つポルトガルの住民である。1995年にはポルトガルに5万人のカーボベルデ系の人々が存在したと推計されている。2000年までにこの数字は8万3000人までに上昇し、うち90%が大ボン都市圏に住んでいた。2008年のポルトガル国民統計協会は6万8145人の カーボベルデ人が合法的に、ポルトガルに住んでいると推計した。この数値は、ポルトガルに合法的に住む、全外国人の15.7%に達する。A セマナ、ケープバーディンスメイクアップ15.7%オブオールフォーリナーズイン、ポルトガル、リリーブドジャニュアリー20、2008、1995、ケープバーディンディアスポラポピレーションエステマイズ、ハットマークモンクロス、 アントワーヌ・ペリウスで、ザ・ポリティカル・バリュー・オブ・リミテンセス。ケープ・ベルデ、カモース、アンドレ・ソト、ダイ・アスパース、リミテンセス,ス・アンド・アフリカ・サウス・オブ・ザ・サハラ。エーストラテジック・アセスメント、インスティチュート・フォー・セキュリティ・スタディーズ。リリーブド・オクトーバー18、2007。エーセマナ、ケープ・バーディンス・メイク・アップ15.7%オブ・オール・フォーリナーズ・イン。ポルトガル、リリーブド・ジャニュアリー20、2008。 ありがとうございます。